はい、酒好きの新潟人の一度ご案内いただきました。はい、ですね、今回はですね、ドクターペッパーと、ハバナクラブラム酒です。ラム酒をハバナ、じゃあ、ラム酒をドクターペッパーで割ってみようという、ね、美味しいかもしれない。というか、多分美味しい。というか、普通に多分美味しい。普通に美味しい。で、酔っ払ってるんでね。すでに酔っ払ってますけどね。前回の動画と前々回の動画を撮って、さらに撮ってます。ハバナクラブ。ラム酒3年。まあ、いわゆる、キューバリバーですかね。キューバリバーっていうカクテルは確か、違ったっけ？キューバリバーじゃない。キューバリブレか。キューバリバーで多分いいと思う。英語風にキューバリバー。ライムジュースは入れないけど、まあキューバリバーみたいなもんでしょ。いわゆる、コーラとラム酒。これも結構俺好きなカクテルです。まあ俺、ドクターペッパーも大好きな。これで飲んでいきたいと思います。ちなみにドクターペッパーは最近ケース買い、アマゾンでね、安かったのでケース買いしました。じゃあ乾杯。うまいな。結構甘い。結構甘いな。うわ。うわ、結構甘いな。あ、でも結構ラム酒の甘い香りと、うわ。ドクターペッパーの甘い味が両立してさらに甘くなってる気がする。うわ、これはダメだな。これはたまあかんぞ。うわ、やっぱりあれか。ドクターペッパーってコーラに比べると、コカ・コーラとかに比べると甘いんだよね。さらにね、さらに甘いんですよ。甘いっていうか甘ったるいっていう感じ。うわぁ。うわ、これ甘い。で、しかもね、この場、ハバナクラブも結構甘ったるい系のラム酒なんでね。ホワイトラムなんですけど、若干やっぱり、やっぱバカルディのホワイトだな。ラム酒は。てか、カクテルにはな。特にこういうドクターペッパーの甘いような。味のものと、あれすると、合わせると余計わかるけど。うわ、これはあれだ。甘ったるい。うわ、甘ったるい。うまいかなと思ったんだけどね。案外甘ったるくて。これはちょっとあかんぞ、これ。本来はこれ、ライムジュースを注ぐのがベストみたいです。キューバリブレって。あれだもんね。ライムジュース注ぐんだもんね。これはやっぱ、あれだな。ああ、やっぱあれだな。ライムでちょっと酸味がある感じでこう、ちょっと合うんだろうね。ああ。キューバリバーはやっぱあれか。ライムだな。
っていうよりも、ぶっちゃけた話、一番の、あれは、ドクターペッパーですね。やっぱドクターペッパーはあれか、ちょっと甘ったるいか。コカ・コーラに比べると甘ったるいからな、ドクターペッパー。まあ、俺大好きなんだけど。まあ、ただ、コカ・コーラとかに比べると全然あれだもんね。たるいもんね、甘さが。つうか、コクが強いんだ。ドクターペッパーは。コクが強いから、甘さもちょっと、あれだ、残るんだ。感じが残るんだね。甘い感じがこう、舌に残るんだ。これは、やっぱコカ・コーラはやっぱ偉大だね。いかにこうドクターペッパーというのも、こう、あれだもんね。カクテルにするとドクターペッパーってこう、全然このフレッシュさがないっていうよりは、なんか、こう、あれだよね。すっきりしてない。ああ、少なくともドクターペッパーはロングカクテルにはほとんど向いてない。向いてないレベル。唯一俺が、向いてるっつーと思ったのはやっぱあれです。以前紹介しましたドクターペッパー専用カクテルと言っても過言ではない。電気ブラン。電気ブランと、電気ブラン割りです。あれは美味しい。電気ブランね。電気ブラン。こちらも東京の下町。東京の下町のあれですよ。神谷バー。神谷バーの発祥。うわ、これはあれだな。特にそもそもラム酒って、あれだもんね。ウイスキーよかラム酒って甘いんです、やっぱり。ウイスキーに比べたらやっぱ、ラム酒って甘い。だってなんて言ったら、サトウキビから作られる酒ですからね。ラム酒。ラム酒ってもともとあれさ、サトウキビだから。サトウキビのあれだもん。サトウキビのお酒だから、ね、サトウキビってもともと甘いやつだから。もともと甘いやつだからねっていうか。まあ。まあね。言うて、ウイスキーはあれだからな。麦。ウイスキー麦だからね。大麦麦。が原材料。まあ、サトウキビの方がはるかに甘いでしょ。ああ。まあ甘いから、まあ甘いっていうこともでもないんだけど、まあ感覚的には大体それで合ってるよね。うん。ああ、やべえな。明日仕事なんだけどな。ああ。最近あれなんだよね。酒を飲まないと寝れないっていう。いわゆるあれになってきたんだよね。薬中毒のレベルになってきたんだけど。やべえな。大丈夫かな。まあいや、まあ寝れないってこともないんだけど。普通になんか、動画見てるとね、ニコニコ動画とかでね、見てると、大体寝れるは寝れるんですけど。まあ多分寝すぎなんだよね。普通に休みの日、今日休みだったんだけど、普通に12時間以上寝るレベルなんですよ。あ？今日俺何時間寝たんだっけ？10何時間？
あ、12時間は寝たな。最近下手したら16時間ぐらい寝るからね。下手をすると。ちょっと直したいんだけど。それを直すためにちょっと、俺のパターンとして、だいたいね、家に帰ってきます。てか、仕事か終わりまして、家帰ってきて、だいたい6時。で、7時ぐらいまで、パソコンいじってて、8時ぐらいまでパソコンいじって、8時から、だいたい12時まで寝ます。で12時から飯食って1時になって、そっから、パソコンいじって2時ぐらいになって、で、深夜2時ぐらいになって、そっから、生放送して、だいたい4時ぐらいまでやって、寝る感じ。で、8時に起きるって。8時前に起きて。3時間しか寝てない。いや、3時間、寝てねってことはねえけど。4時間寝て3時間寝るから、いわゆる分割睡眠ですね。7時間寝てる感じ。で、俺はそれはやばいと思った。さすがにそろそろやばいぞ。と、今、最近気づいて、で、昨日、まともに寝て、1時ぐらいに、深夜1時ぐらいにようやく寝て、深夜1時ぐらいまで起きてて、それから眠かったから寝て、深夜1時に寝て、起きたのが、15時。15時ですね。まあ、あれなんで。休みだった。だから、いわゆる14時間寝たんです。14時間寝て、14時間寝て、今日、だから14時間寝て、すき家、最近、あ、じゃあすき家ちゃうわ。吉野家が近くにできたんで、吉野家食いに行って、で、ばーっと来て、今現在に至る。今まで2時、今2時です。深夜2時です。あと6時間で仕事。まあ14時間寝たから、まあ多分大丈夫だろうという感じですね。いわゆるそんな感じですね。いわゆるそんな、感じで。でもね、ぶっちゃけた話ね、結構知らない人もいると思うんですけど、寝だめってできないらしいです。あ、次の日、あれ、いわゆる夜勤だから、ちょっと寝まくっとこうみたいな。あれ、できないらしいです。いわゆる。人間的に。無理だし、なんか。うん。だから、12時間ぐらい寝て、寝だめしとこう、みたいな。あれ、できないらしいですよ。噂によると。人間って、その、寝た分だけ、動けるっていうことでもないらしい。当然ですけどね。じゃあ、お前、24時間寝たら、ね。お前、次に24時間ぶっ続けで動けるかっていうと、違うんですよね。やっぱ、ある程度、逆に寝すぎても悪いし。まあ寝すぎても悪いしな。当然な。寝すぎてもぐざーってなって逆に眠くなる。寝すぎると眠くなるんだよね。俺の場合。逆に寝すぎて眠くなってまた寝て、ああ、起きて、うわー、みたいな。そういうの結構あるんですよ。寝すぎると眠くなるんだよ。本当はね、俺そもそも今日、だって、昨日の深夜の1時に寝たんですけど、9時ぐらいに起きる予定だったんですよ。9時ぐらいに起きる予定だったんだけど、3時に起きたんだよな。9時ぐらいだったら、だいたい7、8時間なんですよね、人間の。快適睡眠は。7、8時間。
一番多分いいのは7時間半か7時間か7時間半。だいたい 1.5 時間の90分単位が一番いいらしい。だから多分7時間半が一番いいと思う。ただぶっちゃけた話ね。はい、目つぶりました。すぐ寝ました。みたいなことはないんで。大体俺の場合寝つきが結構悪いんで、多分目つぶって30分以上しないと絶対寝ないんですよ。だからね、まあそこ難しいですね。ああ、寝みーと思って、俺の場合、昨日の場合ね、寝みーって、最近ハマってる動画でね、ニコニコ動画の、てか、ぶっちゃけた話、ゲームボーイにハマってて、今、ポケモンじゃないけど、ゲームボーイにハマってて、最近やってるゲームボーイのソフトが、マジハマってる、ハマってるんですけど、カードヒーローっていうね、すっげえ神ゲーなんですけど、あれ。マジでカードヒーローっていう、いわゆるゲームボーイの、初代ゲームボーイではないけど、2000年に発売した、ゲームボーイのソフトなんですが、あれがめちゃくちゃ面白くてね。もう今日だけで、1日だけでもあれだもん。2回充電したよ。2回。バーチャルコンソールで配信されてるんで、3DS で俺やってるんですけど、3DS の2回充電したからね。やりすぎて。マジ今日何時間やったかな。9時間ぐらいやったな。9時間ぐらい。9時間。いや、9時間はやってないか。6時間ぐらいやったな。本当に、面白いな、カードヒーロー。まあ、カードゲームなんです。まあ、いわゆるカードゲームなんですよ。ただ、任天堂から発売されたカードゲームなんですよ。けど本当に面白い。でそれやってあれ何話そうとしたか忘れたんだけど、あれ何の話してなんだっけ。カードゲームね、すっごい面白いんですよ。本当に面白い。カードヒーローがね、すっごい面白いんですよ。マジでゲームボーイのね、カードゲームで面白いんだよ。てかね、ぶっちゃけゲームボーイは本当にね、カードゲームが面白いっていうか、カードヒーローとね、あれが面白い。なんだっけ、ポケモンカード GB ね。あれもどっちも神なんだよね、カードゲームなんだよ。両方カードゲームなんだけど。いい加減ポケモンカードのね、3DS で出してくんねえかな。なんで出ねんかなあれな。ポケモンカード GB のカードゲーム出してくんねえかな。ポケモンカード GB の3あたり。俺1と2持ってるんですよ。どっちもゲームボーイのやつね。あれ俺マジ何の話してたか忘れちゃった。あれ俺どこまで行ったんだっけ。で、まあ、カードヒーローやって、で最近ポケモンの X と Y をクリアして、もう完全にやり込んで、もうやることなくなったんで、オメガルビーとオメガサファイアちゃう。オメガルビーを買ったんですよ。で、今やってないんですけど、とりあえずオメガルビーを買って、もうちょっとしたらやる予定なんですけど、一応カードヒーローまでやり込んでないんで、まあ、クリアはしたんですけど、新エンディングね。まだエンディングの、クリアはしたんですよ。エンディングも見たんですけど、実は裏エンディングっていうか、まあ、いわゆる、そういうのが裏エンディングってやり込んでクリアみたいな。そうすると裏エンディングが見れるみたいな。が、まだやってないんで、とりあえずそこまで行こうかな。ほんとカードヒーローめちゃくちゃ面白い。あれはゲームボーイ史上多分、
一番の神ゲーじゃないの？あれ。下手したら。俺がやったゲームボーイの中で、神のやつは、まあ、ポケモンカード GB。ポケモン銀。金銀。金銀。まあ、一緒くたにして、金銀。ポケモン金銀。あと、カードヒーロー。ああ。まあ、こんなもんかな。三つ星ソフトは、違う。五つ星ソフトを上げるとすれば、この三つですね。多分、まあ、そんなもんかな。じゃあ、あと、時点でポケモン、赤と緑。初めて、ゲームボーイのソフト、やったのがポケモンの緑。だったんでね。ということで、こちらは二つ星。まあ、突発枠だからもう二つ星とか適当でいいだろう。はい、二つ星。お疲れ。